般若の異を鬼の勢と魑魅魍魎を送り出し果てのない黄昏時を生み出した村を燃やし灰へと変え国中に破壊と恐怖をまき散らすこやつらに立ち向かうのはクロードのみたとえ数で劣ろうと一歩も引くことはない戦いが終わり、クロードは太刀を鞘に戻した。 クロードは、しばし勝利の余韻に浸った。クロードは決して倒れない。互いに誓い合う。
との戦いで敵は多くの精鋭を失った。リオの分身を破った。クロードは意見がなく戦いに備える。目にも止まらぬ早業だ。リオの分身は深手を追い消えていった。戦いは満たされることはなかった。クロードのマナコはぼやけ始めていた。
倒れた。最後の一人を切り捨てて、クロードは束の間ではあるが安らぎを味わった。敵の新手が姿を現した。これで終わりでないことにクロードは気づいていた。
明らかになったようだ。仲間とのつながりを断たれた。敵の足音が少しずつ近づいてくる。撃ち散れろ、マナコ！八門の怒り！目にも止まらぬ早業だ。闇落ちろ！闇ガラス！クロードが満たされることはなかった。敵の炎兵が到着した。次々と積み重なる。八門の怒り。
ものだといないのだ。クロードにとって退治できぬ敵などいないのだ。クロードに迷いは一切なかった。ある戦いにただ備えるのみだ。敵の息はまだくじけていなかった。打ち捨てろマナカ！八門の怒り！仲間とのつながりを断たれ、しばしの間、たちがぶつかる鋭い音がやった。次なる敵は、クロードが相対したどの相手にも手強い。クロードはしばし勝利の余韻に浸った。だが新たな災いは目前にまで迫っている。